味しかった。そういえば、オニキスやロードナイトも稽古終わったのかな。ですね、今夏合宿に来てるんですけども、いつもなら最終日は温泉に入って、そこにクォーツのメンバー誰かしらが入ってきて、おっとっと危ねえみたいな流れなんですけど、温泉に行くのを我慢するっていう選択肢があるんですよ。で、そっちを選択すると、温泉の代わりにオニキスとかロードナイト、今合宿来てますよね。そのクラス、他のクラスの様子が見れるということで、今回はオニキスの様子を見に行ってみようと思います。オニキスはカイドウ先輩が熱血指導してたのかな。当たり火災なんかめちゃくちゃイケメンボイスで出てきたな。火災くん驚かせてごめんね。お疲れ、立花。休憩中？うん。あれ、笠井くんは稽古着？当たりってこう出てこられるとさ、ドキッとするんじゃないかな。イケメンだから許されるってやつなのかな、これ。やっぱ、まあ、修学旅行ではないけどさ、修学旅行とか合宿とかさ、なんだろう、こう、学校で見るのとは違ったさ、この、一面というかさ、普通に喋ってても学校のクラスで喋ってんのってやっぱこういうホテルとかさ、なんだろうな、遠足先とかでさ、喋るのはちょっと違ったさ、ドキッとしちゃうね。昼は海で遊んだからね。合宿の締めに自主練習。そっか、すごいな。一緒にやる？え？自主練習。こういう機会ってなかなかないし、軽くでいいからどう？まさか葛西と過ごすのか。ああ、そうだね、一緒にやろう。はあ軽くのつもりががっつりやっちゃったね。ああ、葛西的にも楽しいのかな。なんか立花と組みたいみたいなねことはずっと言ってるし、パートナーが欲しいって。葛西くん、スタミナすごいね。かっこいい。かっこいいな。いやー、葛西のさ、一人のスチルさ、見たいと思ってたんだよ。かっけえ。いや、最初のさ、オニキスさ、新人公演が終わってオニキスのスチルあって、あの時も葛西、ね、真ん中でビシッとこう、決まってるところかっこよかったけど、かっけえなこいつ。やっぱオニキスは公演中ほぼ踊りっぱなしだからね。カイドウ先輩やスガチ先輩はもっとすごいよ。これくらいじゃ汗一つかかないんだ。すごい。それはすごいね。そういう立花こそ、合宿最終日で疲れてるのにここまで付き合ってくれるなんてさ。やっぱダンスも体の使い方とかあるんだろうな。その疲れないさ、体の使い方とか、なんかサボるところはサボるみたいなね。力を入れなくていいとこはちゃんと力を抜いてみたいな。しかも夏公演の時よりダンス上手くなってるし、そっちも合宿で着実にレベルアップしてるみたいだね。俺も負けてられないな。残りの夏休みでもっと上を目指さないと。熱心なんだね、葛西くん。オニキスの勝利に貢献したいからね。それに橘が組みたいと思うようなジャックにならなきゃいけないだろ。え？こういうことをさ、さらっと言えるのがさ、